キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今回はですね、はい、日大アメフト部でも話題になった、うん、ちょっと薬物問題、はい、まだ今年もね、いろんなところでニュースになりましたけども、うん、部活動、はい、連帯責任問題についてです。はい、はい、どうですか、昔とかでもね、よく俺らの時でも、うん、はい、あの甲子園出たチームがいたら、うん、準決勝で負けたチームとかは、うん、出たチームの底を調べに、はい、OB たちが全員隠れて偵察に行って、うん、タバコとか、はい、悪いことをしてたら、うん、チクるっていう、あ、そうやってたんですか。昔よ、もう昭和の時代よ、はい、うんうん、もうそういうのあるよな、結構。それで見たら出場時代になるわけじゃん、はい、連帯責任で、ね、連帯責任で、うん、そしたら準優勝のチームが行くわけじゃん、はい、だから大昔とかはこの期間だけはもう何もやんなよみたいな、うん、その後はいいし知らんけどみたいな、はい、っていう、絶対この期間はタバコだけ吸うなよみたいな、うん、もう部員が何か起こしたら、うん、連帯責任で出場停止とか、うん、そのなんかもう部全員でっていう感じですよね、うん、監督が問題を起こしたら、うん、連帯責任で、うん、もう部、ね、出場停止とか、はい、出場辞退とか、うん、ってなっていく、この問題はどうかっていう、はい、で今回もね、初日のアメフトとかなったけども、うん、その後すぐ活動を再開したんだよね、うん、部活動は、はい、それに対してどうかとかっていろんな意見がありますけども、うん、どうですか、連帯責任。連帯責任、うん、よく学校とかでもあるじゃんね、うん、連帯責任。まあそうですね、うん、いやーこれ難しいですけど、でも自分が何もその悪いことはしてない、うん、本当に部活に打ち込んでた、うん、だけど仲間のせいで夏の大会出られないとか、うんうんうん、見て見ぬふりもしてない、本当に知らなかった、うん、もう部活だけに打ち込んでたって人の気持ち考えるともういたたまれないわけですよ、うん、だから本当に、まあ、悪いことしちゃった人だけ出してほしいっていうのはありますよ、うん、だから俺は今浜田さんが言ったように、うん、俺はもうこのそもそもの仕組みから全部変えた方がいいと思うんだけども、今回のそのね、うん、薬物問題にしてもそうなんだけども、うん、本当に誰も知らなかったんかっていう、うん、もう知ってたら俺はもう連帯責任やと思う、私もそれは思うんですよ。だからいじめとかもそうなんだよ、うん、はい、知ってたら連帯責任やと思う、うん、ってなった時によ、いろんな人と話した時に、うん、え、私だったらそれやってたのすぐ言いに行くけどねっていう人いるよ、うん、こんなことしてる、あんなことしてるってすぐ言いに行くけどねっていう人いるんだけども、今連帯責任っていうことがもうみんなそれになるかもしれないと思うわけじゃん、うん、そうですね、ってなった時に今回だったら大学4年生が、ね、うん、もしそれを知ってたとして場合、うん、ね、それをわざわざこいつやってますって言いに行くかって話なんですよ。絶対言いに行かないのよ。いけないですよ、言った瞬間に最後の自分たちのリーグ戦に参加できなくなるかもしれないと思うわけじゃん、うん、思います。ほんの数ヶ月もしくは半年、うん、1年黙ってて見つからなかったら、自分は最後の競技に出場して自分が卒業した後のことは知らないと、うん、ね、でも自分が打ち込んできた最後の4年生の最後の大会には出れると、うん、そりゃわざわざリークするやついないよね、うん、正直もし私がうわ見ちゃったってなったら、もう本気で隠し通してって思うかもしれないですね、うん、言わない、もう本当見て見ぬふりだよね、うん、だから今回も分かんないよ、うんうん、ひょっとしたら知ってる人がいたかもしんない、うん、はい、いたかもしんないけど、いやみんなが知ってるから知ってたんでしょ、知ってて隠してたんでしょ、連帯責任じゃん、うん、いやそれは言わへんでっていう、まあ、言えないよ、言えないですね、うん、本当はやめてほしいと思ってる、うんうんうん、もういなくなってほしいと思ってるかもしれないけど、うん、言ったら自分にも影響が出てくるわけですね、うん、でいじめとかの問題もそうじゃん、うん、いじめとかの問題もいや見て見ぬふりしてんじゃんってなるけど、言ったら今度自分がいじめられるかもしれないのに、うん、言えないじゃん、うんうん、言わなかったから連帯責任だよ、はい、ってみんな言うんだけど、うん、いやいや言ったら今度こっちに被害が来るかもわかんないのに、はい、これを見て見ぬふりだけしてれば自分には害ないかもしんないってなったら、うん、それは言うわけないじゃん、はい、そもそもだからこの連帯責任も、うん、この変えなきゃいけないのよ、はい、この連帯責任のルールを、うん、だから俺は今後も含めて何かをやってたと、うん、ね、悪いことしてますと、それを知ってたのに、うん、複数の人間が知ってたのにそれを言わなかったら、うん、もうそれはもう連帯責任として部活動も活動停止、大会も出場辞退、うん、もうこれはもうそれで俺はいいと思う、はい、その代わりその問題が公に発覚する前にリークした場合は連帯責任には問いません。でもそれ意外と、じゃあ知ってる人が何人もいるかもしれない、うん、
でもじゃあ誰がリークしに行くかで、リークだってリークするのが分かんないわけじゃん、誰がリークしたかを。だって私、ね、俺ちょっと言ってくるねって言わないじゃん。それは昔で言うと目安箱みたいに、はい、と今だったらメールとかもあるわけじゃん、うん、じゃあツイッターの偽アカウントとかでも何でもいいわけだから、はい、別に何でもできる可能性はあるわけじゃん、はい、だからそういう学校内に目安箱立てるとか、うん、でもその学校の中の人しか連絡できないツールっていうのを、うん、大学側でも高校側でも中学校でも学校の中でそれを共有してやっていけば、部外の人からリークはないわけじゃんね、はい、でそれにすれば誰からリークしたかがわからないようにしてリークができるんだから、はい、でそれで学校側が対処していくっていう風に。それは部活連帯責任じゃなくて、親になる前にリークしたらその子だけを、まあそう、その子だけをだからその連帯責任にはならない、ならないってことか。そう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 、あ、なるほど、うん、だからリークすれば連帯責任としてならないようにすれば、うん、リークするんちゃうかと思うんだよ、まあ、もちろん知らなくてっていうのももちろんあるけどね、うんうん、だそういう風に、うん、すればいいんちゃうか。だからいじめもよ、はい、これすごい極端な例だけど、うん、リークしてくれると、まあ、調べてそれが事実だとしたら、うん、そのいじめてた人間はもう強制退学っていう。そしたら、うん、次にいじめの標的が変わることもないわけじゃん、はい、でまたもういじめのやつが新たに生まれるかも分かんないよ、うん、だもう全員退学にしていくね。おだもう最後5人とか。どんなにいじめっ子いるんですか。いやかだってね、上を抜けたらまた上に来るやつ絶対いるから。うん、まあね、はい、でそのリークしましたいじめを、うんうん、でもちゃんと先生は本当にいじめがあったかを確認して退学ってことですよね、うん、もちろんもちろん、ね、もちろんもちろん、もしくはクラスがあるんだよ、はい、特別クラスみたいな、はい、そのクラスに行く。いじめっ子だけ集まるんですか。どう先生経験者どうですかそれ。実際問題ね、うん、すぐに退学できないんですよ、うん、公立高校って、うん、あ促すしかできないので、うん、その制度は僕大いにありやと思います。そうクラスクラスもあるし強制退学もありやと思います。あその制度、うん、あその制度も作るってことですか。作った方がいいと思います、うん、僕はもう大賛成です。私立は強制的に退学ですできる、うん、はい、公立は進めなきゃいけないんですよ、うん、まあ、先生も戦うんですよ、うん、まあ、そういう制度を作ってもらえると、うん、やっぱりいじめられているほぼ行きやすい学校になるんで、うん、めっちゃいいと思います。でもそのクラスにまとまってるのも怖いですよね。んそのクラスに引きずり込まれてお前ちょっと来いよって言って。でも逆に言うと、はい、そこに行きたくないっていう抑止力。ああ、そこに入りたくないから、うん、まあ、いい行為をして、うん、Z 組みたいなのがあって、それもあの別校舎なんだよ。別校舎、もうなかなかそっちに足踏み込めないぐらいの距離があるとこね。でも別校舎があってもうなあの下駄箱から違うみたいな、はい、それ効率できないっすって。え、私立は建てられるかもしれないです。いやいや、もう今、はい、あのどんどん教室とかも余ってきてるから、はい、あったんですよ、合併するんで、うん、はい、クラスとかも減ってきてるじゃん、うん、多分できると思うね、うまくやれば。もう他の人たちは上の階だけど、うん、はい、その Z クラスは1階の一番端みたいな、はい、非常口みたいなところを下駄箱にして、はい、ここから入ってくださいみたいな。うわ、でもそのクラスの担任先生持ちたくないですね。んクラスの担任も大変そうじゃないですか。いやでもそういうことってやっぱ活気あるんで、うん、若い人とか年が近い人だったら、はい、それでそれでまた変わる構成して変わる可能性もあるんですよ。まあね、なので Z 組入ったら Z 組で頑張るぞみたいなので野球とかなんかやって、うん、頑張って構成するっていうビジョンもあるんで。 Z 組から抜けられるんですか。ん Z 組は抜けられるんですか。抜けれない。構成しても、うん、極論だよ、はい、いじめっ子同士が集まってそこでまたいじめが行われるかどうか分かんないじゃん。いや、そうですね。そこですごいいいクラスになる可能性もある。はい、そうですね、うん、一致団結して、うん、そのあたりですね、うんうん、だからそういう風にしていければ、はい、リークするのも簡単だと思うんだよね、まあ、ちゃんとそうですね、ルールを作るべきですよね。そう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 、うん、やっぱ今はそれね、もう知ってたのに言わなかったからお前も責任だよって言われたところでよ、うん、いやそれはもう言ったら最後連帯責任されて、はい、自分らの最後の大会とか自分らが目標にしてる大会に出れないかもしれないってなったら、うん、そりゃ言えんよ、うん、言えない、ね、正直俺でも言えないよ、うん、それは、うん、もう見て見ぬふりしようみたいなね。もう隠してっても絶対バレないでってなりますよね、うんうん、しかもなんかちょっと言いに行ってなんか俺も共犯にされたら嫌やし、うん、もう知らん顔しようってなるやん、うん、それはね、うん、いじめとかでもそれは飛躍しすぎてるけど、うん、それ言ったらもし自分もって なるやん、うん、そう言えんよそれはね、うん、正直ね、うん、助けてあげたかっても言えんよ、うん、だからそれをしやすいルールにしていければ、
早めに住めるし、うん、そんなもん知ってたやろって言われなくても住むやん、うんね、でも知っててとかね、うん、なってくると、はい、また話がややこしくなるから。そうですね、傍から見たら、うん、知ってるのに黙ってたのも共犯だって だったらもう部活ごとねって言われかねないからね、うん、だから俺も連帯責任はどうなんやって思うわけよね、うんはい、そいつのせいで、うん、でも部ぐるみで知ってたけど隠してたって、うん、それ連帯責任やろってなるから。でももう実際は言えないわけですもんね、うん、そう、うん、だから連帯責任とは何ぞやっていうところもあるから、うんまあ、そういったところはそういうふうにリークしやすい環境を作ってあげるっていうのもそういう連帯責任としてなんないようにする道筋でもあるし、まあそもそも連帯責任を全部なくすっていうのもそれもちょっと飛躍してすぎてんちゃうかっていうのもあるから。そうですね、うんまあ、リークが本当にうまくいけばその本人だけ本当にやってる人たちだけをタイブこういう風な理由が退部させました退学させましたで部活は綺麗に存続できるんですよね、うん、そうだからその一人のためにみんなが責任を負うっていうのもあれだから、うん、その代わりしっかり責任は取らせるように、うん、何かダメなことをした時にはやっぱそれを早急に対応できるっていうような組織作りをしてた方がいいし、それをもし問題になったからって言って連帯責任はしませんよっていうところにしとこうが、うん目は積みやすいから。そうですね、うんまあ、ちゃんと生きてればね、うん、そうみんなちゃんとちゃんとやってもう、うん、もうこの議論は不毛なのよ、うん、正直する必要ないことなんだけど、うんはい、みんながちゃんとやってればやって思わんじゃん、うんはい、寮の部屋でタイパ育ててるんですか思わんやん、うん、正直、はい、発想ないやん、うんはい、街に買いに行ったりするんですか発想ないやん。どこで買うんですか。分かんないけど、うん、だからそういったところではね、はいまあ、こういう議論がね、うん、なくなることが一番なんだけども。そうですね、まっとうに生きるっていうね、うん、だから連帯責任にならないように、うん、そういう制度作りっていうのも、はいね、こういうふうになったら連帯責任はしないから、うん、こういうふうにやっていきましょうみたいなのがね、うん、あればいいのかなと思いますね。はい、まあ、ちょっとこの今日の議論だけでは足りないところもいっぱいあるんで、はい、皆さんのね、いろんな賛否あると思いますけども、うん意見コメントお待ちしてます。はい。